県内ででまた熊の目撃情報です警察によりますときょう午後4時ごろ、泉区寺岡2丁目にある仙台市立寺岡中学校の東側の路上で遊んでいた小学生5人が歩いているクマ1頭を目撃しました小学生たちは後ず,らし後ずさりして逃げたためけがはありませんでしたクマは近くの山に入っていったということです警警察や市が警戒を呼びかけています。